どうもー影やんですえー、今日はですね、えー、去年ですねもう去年になるんですけども、えー、去年続けてきて良かったこと3つ、えー、運動編についてお話したいと思います。えー、まま近況報告というか、まあ えーまあ、明けましておめでとうございますということでね、えー、今年もまたこう始まります、えー、僕は3日からね、えー、お仕事をこうさせていただく形になりますで3日から仕事をしてですねほんで、えー、どういうんですかね3日から仕事をしてこう4日間ですね仕事をしてまた休みに入ってで次からまる6日間という形になって、えー、今週はまあまあ言ったら肩鳴らしという感じになるんですかね4日間お休みをいただいて、ね ほんでここからこうスタートさせるちょうどいいこう形になりましたで4日間の休みはお酒を飲ませていただいてですねで昨日はねもうお酒を絶ってもうお酒なしの生活に戻りましたもう4日目ぐらいのねあのアルコールは逆にしんどかったですねえー、別にしんどかったら飲まんでええやんっていうことなんですけども次の日が休みやとついつい飲んでしまうんですけどもえー、だから昨日はもう飲まないでいいと思う飲ま 飲ままないことは決まってる。自分の中で決まってるんでそれがちょっとホッとした気持ちになって今日はもうすししてます朝、えー、すっきりした状態。やっぱアルコール飲むとねこう1日目2日目ぐらいはいいんですけど3日目4日目になるとね早く目が覚めてしまうんですねほんで二、えー、度寝ができない状態になるということでこうしんどい感じがあったんでですね やっと、えー、今日から仕事が始ままるとといいうことで非常にに嬉しい気持ちになっておりますさあ今日,も今日からねやっていこうということで,で、えー、今日のテーマですね去年やってよかったことの3つ、えー、運動編なんですけども、まあえー、今年一発目に去年の話すんのかいみたいなところはあるんですけども、まあ、一応振り返ってみてですね、えー、去年やってよかったこと3つを、まあ、先に言いますとまず1つ目がジョギング。 でもう一つ目が空手、でもう一つ目は体の体作りですね、体作りというこのね、3つをね、こう続けてきたんがね、よかったなというふうに思います。やっぱりあのー、去年のね、だから僕、1月、ちゃジョギングは去年の2月ぐらいから始めてるんですね。ほんでジョギングを 2月から初めて最初1キロの距離から走っていって今9キロの距離今年はね元旦走りましたけど元旦はね 7.8km やったんですけどもまああのまあ 9km 走れるようになって。 でやっぱりジョギングをこうする淡々とジョギングをするっていうのがですね、えー、いろんなことの、えー、取り組む時のこう持久力というかねそういうものがついていくということになってやっぱジョギングっていうのは何かこういろんなことを始めるための基本になるんかなというふうに僕は、えー、感じております。ということで一つがジョギングほんで一つもう一つが空手とで空手はですね僕二十歳の頃にこう今の空手道場、えー、昇進会館の門を叩いたんですけども「えー、行ってはやめ」 言ってはやめというのをね、えー、繰り返していたんですけども、えー、去年のね1月からね、えー、ほんまに本格的にこう自分でこう取り組もうということで1年間、えー、1回も稽古をサボらずに。 えー、緊急事態宣言の時だけはお休みさせていただきましたけども、えー、それ以外、えー、自分が行ける時は必ず行きましたほんで、えー、仕事が例えばね8時15分ぐらいに終わってですねで稽古は9時過ぎまでなんですけども、えー、そこからもうすぐ着替えてですね、えー、8時半から参加するっていうこともありましただからあのた、ー、とえ30分でもね、えー、道場稽古へ行くっていうことがこう非常にこう大切やと思ってるんで、えー、こう行って行ってほんで、えー、まあ 最初始めた時が今年去年ですね去年始めた時が、えー、緑帯やったんですねでそこから茶帯だから7級から、えー、1級へ、えー、昇級したということで、えー、今年はね、えー、黒帯に近づけるようにこう。 頑張って段に近い初段にね近づけるように頑張っていこうというふうに考えておりますまああれをこうずっと続けられたっていうのもこうジョギングとこうリンクしてるかなというふうに考えております。で去年こう始めたことでこうダイエットを始めたことによって体作りをするようになったんですね。 ダイエットをするてやったら筋トレかなと思ってで筋トレに取り組んだことが最初ですきっかけですねそれが1月ぐらいにね、えー、筋トレから始めていっていろんなこう、ねえー、体の使い方の訓練をこうしていくことによって、まあ、セルフケアとかいろいろ足していって。 で、結局今1時間ちょっとかかりますね、えー、朝のこう訓練、えー、体作りの訓練っていうのが、えー、1時間ちょっとかかるんですこれをね1年通してこうやったっていうのがね、えー、もちろん木曜日とか休む時あります水曜日休んだりとかありましたけども基本的にずっと続けてこれてんで元旦2日と、えー、しっかりとこう体作りにもこう励んできたということで今日3日この後また自分で体作りをこうやっていこうというふうに思っておりますこれもね、えー 引き続き今年も続けていくことになります。ということで、えー、今日はですね、あのー、去年やってよかった、えーからえー、運動編ですね続けてよかったこと3つ運動編それ1つは、えー、ジョギング1つは、えー、空手で1つは体作りということでですね、えー、新年一発目の動画撮らせていただきましたけども、えー、今年もよろしくお願いしますということで以上となります。 で、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。